党総裁選決着がつきました。石破茂さんが新総裁となりました。私は石破茂さんが総理になることを予想しておりましたが、ある意味残念ながらですね、その予想が当たったということになりますが、民主主義ですので、そこはですね、もしダメなら帰ればいいということで、ございます。そういったことをいろいろとお話をしていきたいと思います。先ほど自民党総裁選決着がつきました。予想通りですね、決選投票になりまして、最後ではですね、高市さんが、議員票ですね、173、そして党員票21、で194票、石破さんが議員票189票で、全国の党員票26票、そして合わせて215票、石破さんが新総裁となることが決定しましたということでございます。まずですね、私の方から、お伝えをしたいこととしてはですね、いろいろとですね、NHK に不満をお持ちの方が、いるんではないかと思います。そういった方はですね、ぜひ受信料不払いをお勧めしたいと思います。受信料不払いしたからといってですね、何か差し押さえられるとかそういうものではありません。税金とは、そういう意味では性質が異なるもので、ございます。ということで、法律でもね、そこは義務付けられていないということでございます。詳しいことをお聞きしたい方はですね、まあ、NHK から国民を守る党のコールセンターに、まあ、ご相談をいただけたらと思います。NHK から国民を守ると、まあ、受信料をはじめ、まあ、様々なね、あの相談などを載っております。ということで、最近はですね、委託業者の集金業務をですね、再開したということもありますので、まあ、ちょっと先ほど紹介したこの撃退シールもですね、ちょっと需要は少し出てきたのかもしれないなと、考えております。はい。で、総裁選なんですけれど、少し、先ほどの総裁選振り返ってみますと、こちらですね、決選投票の結果がこういう形になります。で、ちょっとね、今回、高市さんにならなかったということで、あらかじめですね、高市さんにならなかったら、自民党員辞めますっていう方がね、結構いたと思うんですよね。そういう方がどうされるのか、まあ、注目をしていきたいと思います。この方、テイクファイブさんなんですかね。僕は総裁選で高市さんに一票入れるために3年前に自民党員になりましたが、万が一、高市総裁が誕生しなければ自民党員を辞めて日本保守党に入党します。その覚悟で今度の総裁選に臨んでいます。僕の仲間も少なからず同じことを言っています。高市さん以外の方では自民党は大して変わらないでしょう。それでも自民党員でいることは日本のために、なりません。ということですかね。はい。まあ、どれぐらいね、お辞めになるのかっていうのは、まあ、ちょっとね、気になるところだなと、思います。先ほどですね、石破新総裁演説をされたということでございます。挨拶がありますので、ちょっと見ますね。国民を信じ、勇気と真心を持って真実を語り、この日本国を皆が笑顔で暮らせる、安全で安心な国にするために、石破茂全身全霊を尽くしてまいります。ということでございます。とにかくですね、日本は議員内閣制の、まあ、国で、ありますので、石破さんがね、いろいろと考えておられるとは思いますけれど、それ、まあ、必ずしもね、それが全て実現するというわけではないですので、まあ、そこはね、行き過ぎた政策については、周りがね、止められると思います。はい。ということで、まあ、ちょっともう一つ紹介しますね。総裁選が決定した瞬間ですね、アメリカドル円、こんな感じでですね、すごい動きが出ております。あと日経のですね、先物もですね、似たようなね、すごい急降下になっておりますよね。で、今のドル円、ちょっと見てみますと、下がったままでそこそこ安定しているような状態ではないかなと、思います。はい。でですね、先ほどですね、夕刊フジ、買ってきたところでございます。今回ね、立憲民主党が野田さんで、自民党が石破さんということで、与党、そして野党第一党、いずれもですね、いわゆる増税派の、方が、まあ、ちょっとね、代表になってしまったということで、ちょっとまた税金上がるのかよという感じですかね。はい。もうね、ちょっとその点はね、本当に勘弁してほしいなというところで、ございます。もう税金とかにそんな増やして、
日本の衰退に、まあ、つながるわけですので、そこはですね、まあ、石破さん独自の考え方あると思いますけれど、石破さんを支える周りの方がですね、いろいろと意見をしてほしいなと思います。ということで、ちょっとね、高橋洋一さんがね、その件に関して、お話しされています。これは、総裁選が決まる前の、書かれた記事ということでございます。立憲民主党の増税コンビ、財務省が喜ぶような野党で政権の獲得はかなり難しいということで、ちょっと読んでいきますね。はい。立憲民主党代表選で、野田佳彦元首相が新代表に就任した。野田氏は日本維新の会や国民民主党などとの連携を掲げているが、次期衆院選で自民党を脅かすまで勢力を拡大することができるだろうか。野田氏は人柄も立派で、かつて民主党政権が誕生する前は、白割り天下りが税金を食っているので、それを退治しないと消費、増税はできないというまともな主張をしていた。ところが、民主党政権で財務副大臣になって以下、財務省職に染まりすっかり変わってしまった。特にひどかったのは2011年3月11日の東日本大震災の後だ。当時国民の中に助けたいという気持ちがあったのを利用し、まず復興増税で増税に慣れさせ、ホップ、その次に社会保障のためにという口実で、消費税の増税を行い、ステップ、最後には財政問題をクリアするためだとして大規模な消費増税を行う、ジャンプ、ことが財務省内で密かに検討されていると筆者は書いた。それにまんまと乗ったのが財務省、財務大臣から首相となった野田氏だ。当時野党だった自民党も民主党政権のうちに消費増税を処理させれば政権も長く持たないし、得策だという打算もあっただろう。その結果、民主党政権は悪夢で終わった。今回野田代表が幹事長に起用した小川淳也氏は、かつて消費税は最低で北欧並みの 25% は必要。所得税だって昔 70%、80% 払っていた。相続税も強化する必要があると発言していたという。普通に考えればこのような増税コンビで財務省がしめしめと思うような野党では政権を奪うことはかなり難しいと言わざるを得ない。維新や国民民主は下手に増税のレッテルを貼られたらイメージダウンになるだろう。衆院の任期もあと1年余りなので解散、総選挙も遠くないうちに行われる。その時にはさすがに増税を表に出せないだろうし、当面立憲民主党は増税を封印せざるを得なくなるが、具体的な政策論、議論をしていくと増税体質をどこまで隠せるかどうかは疑問だ。対する自民党は野党が増税路線ならば政治的には対応が容易のはずだ。しかし野党に増税志向があるときには財務省の動きに注意しなければいけない。与党にいずれ増税は避けられないので、増税するなら政治対立にならない今でしょとの悪魔のささやきが来るのだ。さらに増税を主張する野党がマジで、増税を主張しない与党は無責任だというレッテル貼りをしてくるかもしれない。こう考えると自民党総裁選が俄然重要になってくる。筆者は X 旧 Twitter で、 Z は喜ぶな、これで自民が高市早苗さん出ないと消費税 15% は硬いなとポストしてしまったくらいだ。これで自民党が総裁選びを間違わなければ総選挙で負けることはない。ただし、間違わなければね、ともポストしたということで、高橋洋一さんはですね、本日、このようなポストをされております。残念とですね、ポストされております。ちょっと紹介しますね。はい、こちらが高橋洋一さんのポストです。残念ということで、その後ですね、為替も株価も安倍さんの時とは全く逆、とんでもない時代になるなというポストをされておられます。今回、私としてはですね、ある意味チャンスでもあるかなとは思っておりますので、個人的にはですね、いろいろ頑張っていきたいとは思っております。今回のね、総裁選とにかく、まあ私としてはですね、多くの候補者が出て、いろいろとですね、おっと思うようなですね、政策が出ましたよね。まあ私は、やっぱり、茂木敏充さんのね、増税ゼロっていうのは一番ね、目を引いたところかなということで、それが話に出て、もう総裁選でもね、すごい議論されたっていうのはすごく大きな意義が、ありますし、まあ、この後国会でですね、国会議員がですね、次の総理誰にするかっていうのをですね、投票できるんですよね。もちろん自民党の方はですね、全員石破茂さんというね、名前を書くんですけど、私はですね、もし書くとすれば、茂木敏充さんを、まあ、書くと思います。一番ね、いい政策だと私は思ったわけでございます。まあ、あとですね、やっぱり小泉進次郎さんの解雇規制に関するね、お話。まあ、ちょっと金銭解雇、
ちょっと否定されてたのが残念ではありましたが、私は金銭解雇をね、導入する意義がすごくあると思うんですよね。というのも、今はですね、その、ルールがちょっと曖昧になってるので、弁護士が儲かるんですよね。ルールが、まあその金銭解雇である程度ね、こういう基準ができると、弁護士のね、仕事も減るわけなんですね。弁護士利権になってしまっているので、そこは、やっぱりね、改善すべき。今回の総裁選で、ね、小泉さんであったり、河野太郎さんがですね、そういうことをお話しされた。これはすごい意義があることだと思っております。その他ですね、いろいろとあるとは思いますけど、石破茂さんになられたこと、石破茂さん、どうも、今回のね、総裁選、勝利されたこと、どうもおめでとうございます。高市早苗さんも、大健闘ではありました。大変残念だったと思いますし、まあ私もやはりね、個人的には、残念であります。やっぱりね、市場の反応を見ると、正直、すごい不安も大きいですが、そこはね、それはそれで。日本はね、民主主義の国ですので、国民一人一人がですね、しっかりと政治に向き合いつつ、日々のね、日々を楽しく過ごすということが、まあ大事なんじゃないかなと、思います。返す返すですね、やっぱり予想が、まあ、当たったのはね、ちょっと残念ではありますけれど、私はやっぱり常にですね、最悪、いろんな事態をですね、想定しなければいけないので、それを踏まえて対策をね、あらかじめ立てとく必要もまああったので、ああいう動画をね、まあ出したということでございます。そうですね。とりあえず、なかなか反響が、まあ、ありましたが、でもね、皆さん、冷静にね、どうか冷静に、あとね、高市さんにならなかったら自民党を辞めると言われた方は、本当に辞めるのかというところをですね、今一度お考えいただけたらと思います。辞めましたっていうのをですね、SNS でね、公表するのもね、それはそれで効果的なんじゃないかなと思います。最初に戻りますけれど、やっぱりね、NHK に不満をお持ちの方もいるかもしれません。今回のね、総裁選に関してもですね、NHK は、まあ、それなりに影響を及ぼしたと思います。はい。ということですので、NHK に不満をお持ちの方はですね、ぜひ、はい、受信料不払いをですね、されることをお勧めしたいと思います。